えー、電気自動車でテスラ、トヨタ、日産ナイアンでゆ杉きさんならどこですか理由があれば教えてください。電気自動車だけでいうのはテスラ一択ですね。自動運転に関してはもうテスラがめちゃめちゃ進んでるので。で、トヨタもある程度進んでますけど、結局その日本がそこら辺オッケーしないんですよね。あの、最近あの、自動運転のタクシーの話を前にそのテスラがっていうのしたと思うんですけど、今もうあのカリフォルニアで、サンフランシスコで自動運転のタクシーって実用化されてるんですよね。しかもテスラじゃなくて。 えっとね、ボルトっていう、確か GM のボルトっていう車の上にあのカメラくっつけて、で、あのベンチャー企業があの運転手のいないタクシーっていうのをもう運用してるんですよ。アプリで。 あの、呼び出して、で、そうすると自動運転で、その車がブイーンってきて、で、アプリで支払いして降りるっていうのが。なので、あの、もうタクシーなんかいらんよ、そのタクシードライバーなんかいらんよねっていうのもあるし、で、別になんか、あの、呼びつけたら来るっていうのがあって、で、人間いないから安くなるので、確実に。なので、あの、自家用車って別に買う必要ないよねっていうのも多分時間の問題だと思うんですよ。なので、結局そのトヨタがいくら進ねたとしても、日本がそれを許さないんですよね。で、カリフォルニアでなぜそれができたかっていうと、あの、金突っ込んで、そういう法律を作ったんですよね。 そのベンチャー企業がお金突っ込んで政治家にその自動運転でタクシー的な営業をすることを可能にする法律っていうのをカルフォルニアであの,あの法律を成立させてで OK にさせたっていうのがあるんですけど残念ながら日本って自動運転っていうだけでなんか怖いみたいな国じゃないですかなのであのトヨタがいくら頑張ったとしても残念ながらその法律を作るっていうところで引っかかるのでなのであの2月かな今年の2月ぐらいからあのえっと C で始まる何だかクラスター車で何だっけな た <laughs> なんかさの、そういうあのアプリの名前なんですけど。なのであの、残念ながら日本にある限りトヨタは難しいんじゃないかなと思います。